リンハローパラレルリンリンパラレルのリンドです。はい、ちょっと寝起きなんですけど、まあ、寝巻きではないんですけどね、寝起きで今こう YouTube の広告をつけたりとか、あとそういうところの部分っていうのが変わったので、審査を出してたんですよ。でなんか1ヶ月とかかかるかもっていう話をしたら、なんかあっという間に審査が通りました。実はね、その審査のやつが来たのが昨日なんですよ。昨日、9月の、昨日っていつ、まあ、これ多分出してる日が出してる日なんで、出してる日、撮ってる日がもうそのまま出してる日なので、あれなんですけど、で、昨日来てて、で、そちらの方つ、審査して、で、まあ今日普通にお家のことやって過ごして、で、もうやりたいことやって過ごして、今起きて、メールを確認したら、なんかその、Google AdSense?それだっけ?なんか、の、それが通ってて、広告つけられますよっていうのが来てて、動画を撮り始めたっていうお話でございます。で、今後、ちょっと追加するかわかんないんですけど、追加したところで何か皆さんにメリットがあるのかどうかがわかんないので、やるかわかんないんですけど、メンバーシップをつけられるらしいんですよ。なので、メンバーシップって何やったらええの?っていう感じではあるんですけど、メンバーシップ何かできることあったらメンバーシップやろうかなっていうのと、もう一つは、スーパーチャットが、解禁されました。で、大きな広告っていうのはその Google さんからの広告っていう自動広告みたいなやつかなっていうのはあんまり変わってなくて、そっちは1000人のチャンネル登録者数で、過去1年間かなの総視聴時間が、4000時間かな、なんですけど、でそっち の時間に関してはうちのチャンネル、まあ、生放送毎週1回やったっていうのもあるのと、結構時間だけは見ていただけてて、で毎月実はうちのチャンネルって大きくはないんですけれども、再生回数としては2000回とか3000回ぐらい毎月、見ていただいてるチャンネルなんですよね。で、コメントいただいたりっていうところで、で、チャンネル登録者数っていうのはぐーんと伸びてかないんですけど、あんまり。チャンネル登録者数ね、ほんのね、じわ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 って感じで伸びていくチャンネルで、まあ、やってることがね、他のチャンネルのとかと比べるとメジャーなことやってなくて、すごいマニアックなこととか、まあ私の日常のこととか動物のこととかっていう、まあニッチなものなので、チャンネル登録者数が伸びないっていうのは自分でも理解してるんですよ。チャンネル登録者数をもし伸ばしたいんだったら、メジャーなことやりゃいいっていうのも自分で分かってて、それはもうロジックとして、出てるので、皆さんに受ける動画をやればいいっていうところなんですけど、受ける動画は別にやってないし、で、受ける動画をやるっていうのも別にいいんですけど、なんか私がやりたいことではないので、私がやりたいことっていうのをやっていくと、おのずと、こういう Vlog だったりとかっていう形になってるっていうところですね。で、私の中でちょっと不思議で、みんなにはちょっと理解が難しいところだと思うんですけど、配信自体、その自分でこうやって動画撮ったりとか喋ったりとかっていうのは、なんかすごい大好きで、で、ただそれが、みんなのニーズに合うものをやることが好きなんじゃなくて、本当に自分が好きなことをやりたいっていうタイプなんですよね。で、もしそれでお金になるんだったら、それはそれで嬉しいけど、普通にお金にならないんだったらお金にならないで、本当に、趣味程度に自分の生きた証っていうのを記録として残していけたらいいかなっていうふうに思っているところだったので、っていうところですね。はい。なので、そんなにチャンネル登録者数とかっていうのを、まあ、それがね、仕事でやりたいとか、YouTuber っていう仕事をやってみたいっていうんだったら違うんですけど、本職はまた別であるので、そっちの本職を頑張りながら、みたいな感じの気持ちでございます。はい、ということでね、そんな感じでチャンネル登録じゃないや、スーパーチャットが解禁されたので、だからもしよかったらね、使っていただけたら嬉しいなというところでございますっていうご宣伝と、また、うちの子たちのね、ケージとかが、こんな感じで、
新しく変わっていってる部分っていうのがあるので、この辺はまたうちの子たちの、動画っていうのはね、アップしていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、今まで通り変わらず、このチャンネルは運営していきますので、なんか、お金にがめついこととかをやりながらとかではないので、なんか、気持ち程度でね、うちの子のこと気に入ってくれて、なんか、ご飯代にでもしてよ、みたいな気持ちがあったら、スーパーチャットを、コメントでつけてくれたりとかすると、ちょっと嬉しいです。そういうのをね、なんか支援いただくっていうのは、嬉しいことではあるので、ご支援いただいた分、皆さんに、こう、私が動画を撮って、届けることによって、例えば飼育の指南だったりだとか、質問だったりだとかっていうところに答えていったりとか、あとは、なんて言うんだろうな。そうね。私の動画を見ることで元気をもらってるよっていう方がいれば、そういう方に元気を届けることができればいいなっていうのも思ってるので、私の動画で元気になったよとか、なんかそういうお気持ち程度っていうのをね、なんか使っていただけたらなっていうので、一応解禁はさせていただきました。なので、もしよかったらね、使ってみてください。で、メンバーシップは、ちょっとわかんないです。なんか、特典として、うまくやれたらいいなと思うんですけど、ちょっとメンバーシップはわかんないです。これからって感じのところでございます。はい、ということでね、本日はそちらの方のお話でございました。もしよろしければね、各種 SNS、X、Instagram、そして TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。そして、よかったらこちらのチャンネル登録とかね、高評価とかコメントとか、気軽にしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、で、エンディングにね、まだね、Twitter の登録はこちらから、みたいな動画をやってるんで、そろそろそれ変えたいと思います。ということで、以上、リンドでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リンドでした。バイバーイ。